プロ騎士様、ご連絡いただきありがとうございます。ライカンさん、停電の原因が分かったのかい？まだ推測の段階ではございますが、可能性は極めて高いかと。図面を確認したところ、バレーツインズの電力供給構想は完璧なものでした。大規模な停電を回避できるだけの対策がなされております。また地下には独立して稼働できる発電所があり、フォローに飲まれてなお電力を維持できた理由も分かりました。少なくとも電気代を滞納してたわけじゃないみたいだね。ん？じゃあなんで停電しちゃったの？地下の発電所に何かあったのかな？論理的に考えるとそうなりますが、こちらの図面だけでは具体的な故障の原因を特定できかねます。幸いメンテナンス用の書類に停電時の対応が書かれていました。バレーツインズの2棟にはそれぞれ独立した制御室と非常用発電室が設けられております。そこで故障の原因を突き止められるだけではなく、やむを得ない場合は予備の電力系統に切り替えることで電力の復旧が可能です。故障した原因が分かれば、それでライカンさんたちの任務も達成されるわけだからな。私どもの使命についても気にかけてくださり、感謝に堪えません。まさしくおっしゃる通りでございます。プロ騎士様、では早速制御室と発電室の位置を送信いたします。ビクトリア火星はいつでもあなた様の召集に応じる用意ができております。プロ騎士様、以前の調査によると
島内の電力を復旧するにはいくつかの手順を踏む必要がございます。まずは制御室に向かい停電の原因を突き止めましょう。それが故障であれ何であれ、解決が困難な場合は予備の電力系統に切り替えるのです。次に制御室にとどまり操作を行う側と発電室に向かい予備のエーテル発電機を起動させる側の二手に分かれます。制御室では電気回路の複雑な操作が要求されますが、この中で適任がいるとしたらそれはライカンさんですわね。一方の発電室は発電機とエーテル原料の運搬が主になるでしょうか。力仕事でしたらカリンでもお役に立てるかもしれません。頭が疲れる方と体が疲れる方の二択ってこと。どっちも嫌なんだけど。あ、やっぱ発電室。カリンちゃんとならさ、いちいちお作法がどうとか言われないもんね。エレン、理由はともあれ戦力のバランスを考えると妥当な分担ですわ。戦力のバランスか。ビクトリア火星で一番強いのは誰なんだろう。それではライカンさん、私とあなたがチームですわね。ええ、では皆さん出発いたしましょう。二人とも発電室で待っていてちょうだいね。はーい。あ、エレンさん待ってください。プロ騎士様、制御室は左です。我々も動きましょう。お兄ちゃん、行くよ。プロ騎士、逆逆。プロ騎士様、こちらではありませんよ。プロ騎士逆逆。まあ、ぬいぐるみの下に懐中電灯が。幸運ですわね。
って前に私たちを追いかけてきた。ぬいぐるみが懐中電灯を持っていました。大助かりですわね。そして今なお私どもを阻まんとしていると。
皆様、制御室はこの先です。ですが、左には物資の貯蔵室がある模様です。まあ、不幸な事故ですわね。マスター、制御室付近に到着しました。停電のせいでほとんど何にも見えないね。ううん、なんかいる。プロ騎士様、ご注意を。ライカンさんに助太刀しよう。Yeah.
後ろに。一切の障害を相当いたします。や、畳みかけます。制御室にまでエーテリアスが入り込むなんて、ライカンさん、設備は無事？予備電源のランプはまだついている。すぐに制御盤を確認します。妙ですね。これは一体。ライカンさん、制御盤が故障したんじゃないだろうね。これは失敬。私の独り言が思わぬ誤解を生んでしまいました。実のところ良い知らせでございます。制御室は正常に機能しております。非常用発電室が使える限りすぐに電力は復旧できるでしょう。ですが、一つ気になる点がありまして、ここの情報によると地下の発電所に故障は見られません。まあそうなのですね。ではどうして停電が起きたのでしょう。現時点では何とも。ですが制御室は B 棟にもあります。そこで発生した何らかの問題が停電をもたらしたという可能性はあるでしょう。あくまで可能性ですから、実態を把握するにはアトリウムを渡って調査しなければなりませんが、プロキシ様、次はエレンとカリンを発電室まで案内していただけますでしょうか。発電機の準備を完了させましょう。電力供給を予備電源に切り替えます。セキュリティシステムに再アクセス。暗視モードが復活。あなた様を送り出すのは私たちにお任せを。出発するときは私にお声掛けくださいまし。準備できたら次はカリンとエレンのとこに行こう。プロキシ様、二人を何卒よろしくお願いいたします。支払いました。認証成功。ドアが開きます。暗視モードの出番だね。もう一回このビルの目を借りるタイミングだね。
ご安心くださいまし、ガイド様。お好きな時に戻ってきてくださって構いませんわ。準備はよろしいですか？私とカリンちゃんでなんかいろいろ見つけたんだけどさ、ほら、発電室なんですが、すぐそこなんです。そうなの？よかった、急いで行こう。エリアスたちは勝たしといたから。ここが発電室です。私たちさっきも来たんですが、この設備には核となるエネルギーモジュールが欠けています。つまり本当はここに燃料があったんだね。マスター、前方のエレベーターホールに空間の裂け目を確認、注意、高エーテル活性反応を検出。え、じゃあエーテル燃料はこの向こうなの？カリ、エレン、エーテリアスのお掃除はお願いね。
エーテリアス、とっととやっちゃおう。エレン、やる気満々じゃないか。別にここ狭いから囲まれたくないだけ。おりゃっ、ルビーとカラオケにいる時より騒がしい。ルビー？あ、エレンさんのクラスメイトの方ですね。はっ、うっ、通行です。機関用ルートを検索中。なんかここ他の場所よりだいぶ暗いね。あ、あれ、エーテル燃料？燃料を運ぶのはカリンに任せてください。カリンったら頼もしい。分かったよ、道を探すのは任せてね。暗視モードで道を探そう。モードで道を探そう。私が運ぶから。お兄ちゃん、私たちも手伝おっか。機関用の裂け目を発見しました。さっさと戻って発電機を再起動しよう。
無駄じゃなかったね。制御室に連絡しよう。お待ち申し上げておりました、プロ騎士様。発電室の方はつつがなく進行しておりますでしょうか。ああ、バッチリだ。いつでも発電機を起動できる。御意にございます。こちらで電気の復旧状況を確認いたしますので、スイッチを押していただけますでしょうか。あ、明かりがつきました。プロ騎士様、建物の電力が復旧しつつあります。また B 棟の制御室に影響が及ばないよう、A 棟の電源は独立させました。これよりアトリウムで合流し B 棟へ向かいましょう。ご友人の消息がそこでつかめると良いのですが。照明設備は徐々に復旧していますが、時間がかかるでしょう。プロ騎士様、近くの扉が通れるようになっております。私とリナは直ちにあなた様のもとへ向かいます。通知、電力供給切り替えのため暗視モードを一時的にオフ。いちいち相手してらんない。ライカンさん、この先の電力ってまだ復旧してない？プロ騎士様、遅くなり申し訳ありません。エレン、カリンちゃん、よく頑張ったわね。あれがアトリウムに通じる通路だよ。全員揃ったね。じゃあラストスパート。
開きました。よかった。ガイド様なしではなし得なかったことですわね。ご主人様もお喜びになりますわ。どういたしまして。そこに何かあるな。これはプロキシ様、お心当たりが。ああ、間違いなくレインのリュックだ。彼女はここにいた。手がかりがあるはず。これは？ただの録音だ。タイマーか何かだろう。危ないものじゃ。後ろに。こいつどこから現れたんだ。ダンスのお誘いとお見受けしました。お相手を務めさせていただきます。プロキシ様、安全な場所に隠れていてください。血の気が多いゲストは私どもにお任せくださいませ。支援いたします。ここですわ。それご支援しますよ。安心してください。準備できますよ。仰せのままに。何だ。じっと見ないで。敵の動きが鈍くなってきましたね。けれども依然として侮れないバイタリティですわ。皆様頑張ってくださいまし。面倒。押し流されろ。くらいなさい。粛清。気難しいお客様だ。音楽が流れてから現れたのはもしや。おい怪物、こっちだ。それ。フォローの叫びがあってよかった。音楽に引き寄せられていた。どなたかがけしかけてきたとしか。レインの仕業か。いや、ないな。エレン、全員倒したわ。僕たち以外にも誰かが。でも一体。さっきは助かったよ。エレン、大丈夫か。しっかり。ご心配なく、眠っているだけですわ。大げさだね。彼らはしばらく起きないでしょう。一度ここから連れ出しましょうか。兄ちゃんもイアスも大丈夫だった？怪我はない？平気さ。
ただ驚かされることの連続で、まだ混乱しているというか。マスター、申し訳ございません。フォローのデータを解析中だったために熱源の接近を検知するのが遅れてしまいました。君が責任を感じる必要はないさ、フェアリー。引き続き解析を続けてくれ。マスター、信頼してくださりありがとうございます。エーテリアスが出るわ、正体不明の戦闘員たちは来るわ。一体何が起こってるの？レインの件、想像以上に複雑かもね。ビクトリア火星のみんなが変に思ってないといいけど。だってただの人探しとしか言ってないじゃん。お兄ちゃん、これからどうする？まずはビクトリア火星に事情を説明する必要がある。だよね。あんなことがあったら何か隠してると思われたってしょうがないよ。最悪チーム解消ってことも。ついでにエレンの様子も見に行きたいところだ。僕とイアスが無事に帰ってこれたのもあの子のおかげだからね。確かに、ちゃんとお礼しなくちゃだね。そうだお兄ちゃん、エレンって飴が好きみたいだし、なんか持ってってあげたら？ちょうどこないだたくさん買ったばっかだよ。大したものじゃないけど、大事なのはお値段じゃなくて気持ちだよね。お客様、ようやくお心を決めていただけたのですわね。リナはとっても嬉しゅうございますわ。ご自分の立場をもう少し早く自覚してくださっていれば、お互いに辛い思いをしなくて済んだのですけれど。ここで何があったんだい？
まあガイド様、いらしてくださったのですわね。どうかお気になさらず。こちらのお客様がこっそりとお帰りになろうとされていたものですから、丁重にお引き止めしただけですわ。兵士様、反乱軍のメンバーである以上は治安局に引き渡された末にどんな結末が待ち受けているかよくご存知のはずです。あなた方がバレーツインズに入れ込んでいらっしゃる理由を明確にご説明いただければ、私どもとしても寛大な対応を検討したく存じます。わかった。そう、うちの部隊のスポンサーから依頼があったんだ。バレーツインズのリートオフショーでそいつの代わりにあることをやれって。申し訳ありません。もう少し具体的な内容を伺えますでしょうか。俺はただの下っ端なんだ。依頼の詳しいとこまでは知らない。俺ら何人かは周辺の警備を任されただけなんだ。バレーツインズに侵入した奴を見つけ次第 B 棟から遠ざけろって。停電は君たちの仕業だったのか。そうだ、最初にお前らを見たときは肝試しかなんかだろうと、ちょっとビビらせたら逃げ帰ると思いきや、尋常じゃない速さで電力を復旧させやがった。それで隊長が言ったんだ。あれはただものじゃない。小娘を助けるために来た連中に違いないから、あの妙なエーテリアスを先導してぶつければと。待て、今なんと、小娘。レインは今どこにいる？彼女に何をしたんだ？あの小娘、お嬢さんなら隊長とビートの屋上にいる。当分は命の危険もない。今しがたの発言、あなた様の部隊がレイン様を誘拐した事実を認めたと捉えてよろしいでしょうか。リナ、引き続き彼から詳細を。そしてプロキシ様、少しお時間をいただいても。
プロキシ様は聡明なお方です。私がこれから帰還としていることもおのずとお察しくださるかと。ライカンさん、僕たちが何か隠してるんじゃないかと思っているんだろう。おっしゃる通りでございます。現在バレーツインズを掌握している反乱軍にとってレイン様は重要な存在であるようです。あなた様が情報の共有に及び腰なままですと次の行動に影響が出てしまうことを憂慮せざるを得ません。次の行動？治安局に任せることもできると思うけれど、引き続き僕たちとこの件を追ってくれると。プロキシ様、ご理解いただけるかと思いますが、私どもがお仕えするのは新エリートでも一角の名声と地位を誇るお方でございます。そのようなお方が資材を守る程度のことで治安局に頼らざるを得ないなどと、うろんな風説が流布することをビクトリア家政が許すわけには参りません。またレイン様の失踪が誘拐によるものであり、ご主人様の財産にまたがり悪行を働く者がいると判明した以上、見過ごすことはできないのです。我々は依然として目的を同じくしているものと信じております。あなた様も同様にお考えでいらっしゃるのであれば、何とぞ情報を共有していただければ幸いです。ありがとうライカンさん、言いたいことは分かった。本当はレインの秘密を守ってあげたかったけれど、さすがに義理立てしてる場合じゃないみたいだ。レインの正体は腕利きのハッカーなんだ。だから治安局が介入してくるようなら困ってしまうのは僕たちも同じというわけさ。なるほど、彼女がハッカーなのであれば誘拐はその能力に目をつけたものである可能性がありますね。バレーツインズの屋上は何かを発信するのにうってつけですから。ライカンさん、反乱軍たちがまだバレーツインズにいるなら、それは彼らの任務が終わっていないということだ。また想定外のことが起こる前に一刻も早くレインを助けよう。ビクトリア家政としてもそのつもりでございます。プロキシ様、私は来たる救出のために準備をいたします。後ほどご連絡を差し上げますので、少しの間お待ちください。